こんにちは、 M35 です。今回お届けしますのは初代ゴジラを振り返る企画の後編でございます。前編では本作の誕生から公開までの経緯を足早で追いかけてみましたが、今回この後編では特撮怪獣映画の原点である本作がいかに画期的な作品であったか、その一部始終をオープニングからラストシーンまで詳細に追いかけながら完全実況解説でお届けしていこうという試みとなっております。しかしながらこの無謀な試みはやはり一筋縄ではいかなかったようです。とても今回だけでは収まりきれない、あまりにも膨大なシナリオをこなしていかなければならない状況となってしまっているのが現状です。そこで大変心苦しいのですが、今回の動画は物語の途中までとなっており、まずはオープニングからいよいよゴジラが東京へ再上陸するその直前までの解説で一旦締めくくらせていただきたいと思っております。ゴジラ再上陸による東京蹂躙の一大クライマックスと、あの感動のラストシーンの解説につきましてはまた次回とさせていただきたいと思いますので、どうかご了承いただきますようお願い申し上げる次第です。ただしクライマックスの手前と言いましても、本作は序盤から見どころ満載の映画であることは皆さんご承知の通りです。とても初めて怪獣映画に臨んだとは思えない円谷英二さんによる驚愕の特撮演出と、空想映画の世界をまるで現実かのごとく描き出した本田石郎監督による本編演出については、序盤から中盤にかけてもしっかりと堪能できる作品となっており、そのあたりもじっくりと解説していきたいと思っておりますので、お楽しみいただければ幸いです。合わせてこちらも勝手を申しますが、今回は動画が長時間のため字幕を動画に貼り付ける作業を省かせていただいております。ただし YouTube の字幕機能であれば後から修正も可能ですので、取り急ぎそちらで見れるようにはしておきます。うまく変換できていないかもしれませんが、徐々に修正していきますので、字幕を見たいという方はお手間を取らせますが YouTube の字幕機能の方で見ていただきますようよろしくお願いいたします。なお本動画はいつも以上に完全ネタバレ満載の動画となっております。もし未見の方がいらっしゃるようでしたらご注意いただきたくお願い申し上げます。また本動画はいつもの通り映画と関係のないイメージ画像、イメージ音響が多数含まれておりますので、そこのところも合わせてご了承いただければ幸いです。それでは行ってみましょう。本作はそのクレジットタイトルから実にスタイリッシュな演出が見られます。黒のバッグに白いフォントで描かれたこのクレジットタイトルは当時の日本映画としてはよくある形式だったのかもしれません。しかし今こうして改めて見直してみると、そのシンプルさが本作の世界観に非常にマッチしていると感じています。上映開始のブザーが鳴り、劇場の照明が落とされるとスクリーンには黒一色に染められた背景が映し出されています。そしてその漆黒の中に音もなく三女海上保安庁の文字が浮かび上がってきます。続いて円谷特撮研究所の制作によるモノクロ時代の東宝マークが画面いっぱいに広がり、劇場のスピーカーからは何やら腹の底を突き上げるような重低音が鳴り響いてきます。この足音らしき地響きは録音の利根川幸太郎技師が制作した音響増幅装置を叩くことによって作り出されたもので、それはリアルな足音というよりも巨大な何者かが近づいてくる恐怖のイメージといった方が的確かもしれませんが、確実に観客を一瞬で異世界へと導いていくだけの力のある重低音が作り出されていると思います。その地響きを聞いた観客たちは固唾を飲んでスクリーンを見つめていると、次の瞬間漆黒の闇を切り裂くかのようにゴジラの3文字が出現してきます。のぶといフォントで描かれた荒々しいゴジラの3文字がスクリーン上にせり上がってきたかと思うと、大きく画面中央にとどまり、それと同時に鳴り響いてきたのがゴジラの方向動画式破壊的な大音響でした。この方向についてはコントラバスをベースに音響技師の箕輪一郎さんが試行錯誤の上に完成させたもので、激しく崩れるような重低音から始まり高音域のか細い余韻で締めくくられるこの方向は映画史に残るまさに音響効果の傑作だと言ってもいいでしょう。ゴジラの文字が上部へ消えていくと、続いてスタッフクレジットが立ち上がってきます。足音と方向が鳴り続ける中を制作田中智之の文字を先頭に、原作加山茂、脚本村田武雄、本田石郎と続き、その後を追うようにしてこの歴史的作品の制作に携わったレジェンドたちが次々と名を連ねていきます。そしてそんなスタッフクレジットの中頃、ちょうど音楽伊福部昭の文字がスクリーン中央に差し掛かったあたりで、伊福部さんの手によるゴジラのメインタイトルが流れ始めるという粋な演出が用意されています。どちらの音列を繰り返すこのメインタイトルは今や世界的に認知された誰もが知る名曲ですが、しかし本作ではこのタイトルで使われている他に防衛隊の出撃シーンにも用いられていて、必ずしもゴジラ登場のイメージにこだわった曲ではなく、どちらかといえば人間側が立ち上がる際の行動開始を指し示すスコアだったようです。このメインテーマについては行部さんがフランスの作曲家モーリス・ラベルのピアノ協奏曲都庁長からインスパイアを受けた作品であることは明らかです。行部さん自身ラベルのファンであることを公言されておられますし、確かにこのピアノ協奏曲の中にドシラの連続を見つけることができます。
しかしその世界観は全くの別物で、スピード感と激しさとが融和するラヴェルの繊細なタッチとは異なり、同様のフレーズを使いながらも、このイフクベさんによるメインテーマからは人間の鼓動と同化する土着的で腹を突き上げるような広がりが感じられます。そんなイフクベサウンドに乗ってさらにスタッフクレジットが流れていき、次に見えてくるのが特殊技術つぶらやエイジの名前です。つぶらやさんが特技監督として冠されるのは本作の大ヒットを受けて制作されたゴジラの逆襲以降のこととなります。本作におけるつぶらやさんはまだ特殊技術の一責任者としての位置づけであることがこのクレジットからわかります。こうしてスタッフの紹介が一息つくと、続いて出演者へと移っていきます。まずは宝田明、高知桃子、平田明彦と若手スターからスタートしていきます。続いてその後から志村隆、村上冬樹、酒井幸男といった堂々たる東方の名優たちが紹介されていきます。そしてそのキャストクレジットの鳥を堂々と飾っているのが手塚克美、中島春夫というゴジラスーツアクターのお二人です。このことからも本作の主役はゴジラなのであり、それを演じてくれた手塚さん、中島さんを称えたいという制作陣の明確な意思が読み取れる意味深いクレジットの配置となっています。そしてタイトルクレジットの最後に監督本田石郎の名前が大きく表示されたところで、映画は大海原を進む貨物船栄光丸の航跡へとオーバーラップしていきます。続いて墓場を誘うハーモニカの音色が聞こえてきます。美術セットで作られた貨物船栄光丸の甲板には越後健三さんをはじめとする船員たちがくつろぐ姿が描かれており、その背景にはスクリーンプロセスで映し出された夕暮れの水平線が広がっています。牧歌的な空気に包まれる中、長い航海を終え故郷への帰還を待ち焦がれながら束の間のひとときを過ごす船員たちの様子を本田石郎監督によるゆったりとした本編演出で見せていきます。しかしそんな穏やかなひとときはほんの束の間で、突然海面から激しい閃光が放たれます。ここから伊福部サウンドが一気に高まり、このただならぬ状況を伝えていきます。海面はさらに激しく泡立ちながらまばゆいほどに白く発光していきます。慌てふためく甲板の船員たちに向かって強烈な光と白く煙ったガス状の熱風が襲いかかってきます。カメラが特撮ショットへと転換すると、大プールに浮かべられたミニチュアの栄光丸を映し出します。ホリゾントで描かれた暗闇の空をバックに激しく燃え上がりながら沈没していく栄光丸の惨状を、つぶらや特撮による華麗なるミニチュアワークで見せていきます。続いてシーンが美術セットで作られた船内の通信室に切り替わると、必死に SOS を打電する通信が大量の海水に巻き込まれていく様子を本編演出で見せていきます。ここで無線係を演じているのが若かりし藤木優さんという特撮ファンにとっては非常に重要なショットとなっています。続いて沈没寸前の栄光丸からカメラが一気に海上保安庁の通信室へとジャンプしていきます。遭難呼び出し者をキャッチする通信係の様子を挟み込んだ後、再び大プールへとカットバックすると、煙を立ち上らせながら海中へと没していく栄光丸の姿をミニチュアワークで捉えていきます。この息をもつかせぬ冒頭3分間のオープニングはまさに映画史に残る圧巻の出来栄えで、観客はもはやなすすべもなくこの特撮怪獣映画の世界に強引に巻き込まれてしまうこと必至の導入部となっています。映画開始から3分20秒が経過、怒涛のオープニングから一息つくと、ここからしばらく特撮演出は影を潜め、物語は謎の海難事件の勃発により人間側の動きを中心に進められていきます。ここで本作の主役南海サルベージの所長尾形が颯爽と登場します。デビュー2年目にして主役の座をつかんだ宝田明さんですが、本作の尾形からは往年の宝田さんから伝わってくるポマードで決めた大人の脂っこさは感じられません。実直で爽やかな若き2枚目といった役どころとなっています。183センチの高身長とその端正なマスク、まさにスターと呼ぶにふさわしい圧倒的な輝きを見せてくれています。同じ部屋には高知桃子さん演じる本作のヒロイン山根恵美子の姿があります。二人で演奏会に行くというやり取りから二人の間柄が瞬時に分かります。ここで目に留まったのがアップで映された室内楽の最高峰ブダペスト弦楽四重奏団再度来日のチケットとチラシでした。確かに本作が公開されたのと同じ1954年の2月にこのブダペスト四重奏団が再来日しているようですが、本作の序盤シーンはどう見ても2月という設定でないことが分かります。尾形のいる部屋の窓から差し込む日差しが暑さを演出していますし、尾形はランニング姿、恵美子も半袖のブラウスを着用していることからも本作の季節は完全に夏に設定されています。もちろんそんな些細な不整合を指摘したいわけではなく、それよりもここでこのチラシのアップを見せることによって映画世界と現実世界との連動を促し、観客を絵空ごとの世界に誘い込むに十分な説得力を生み出しているのではないかと思うわけです。親会社からの電話で栄光丸遭難事故の連絡を受けた尾形はすぐに南海汽船の社長とともに海上保安庁に向かいます。ここで海上保安庁の職員によりこの事件発生日が8月13日と伝えられていますので、やはり本作の舞台が夏であったことがわかります。事件の状況を聞きたい尾形たちでしたが、栄光丸の遭難原因は依然つかめないままでした。新たな進展が全く見えない中、今泉蓮さん演じる海保の無線課長から聞かされた唯一の情報としては、その一瞬で消息を絶ってしまうという栄光丸の事故状況がまるで1952年に起きた伊豆諸島南部の海底火山明神礁の爆発の時とそっくりであるという事実でした。
この明神礁の事故とは1952年9月24日に実際に起きた海底火山による遭難事故のことを指しています。その事故により海底火山の噴火に巻き込まれた海保の海洋測量船第五海洋丸が遭難し、31名もの乗組員が犠牲となったという世界の火山観測史上未曾有の大惨事として、当時社会的にも大きな衝撃を与えた大事故です。思えば1954年3月1日にビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験によって被爆した船の名称が第五福竜丸でした。この 1,2 年という短期間の間に起こった2つの海難事故及び事件が本作のテーマ性と大きく関わっていることを考えると、無理やり結びつける必要もないのかもしれませんが、個人的にはそれがたとえ偶然であったとしても双方に第五と付されていることにやはり不思議な因縁を感じてしまうのです。以前栄光丸の消息がつかめない中、南海船舶所属のもう一隻の貨物船ビンゴ丸が栄光丸遭難海域の近くを航行中とのことから、海上保安庁よりそのビンゴ丸に対し栄光丸の事故現場の調査が依頼されます。要請を受けすぐに調査に向かったビンゴ丸でしたが、しかしそこから何時間も経たないうちに、なんとこのビンゴ丸までもが栄光丸同様に消息不明となってしまいます。ここでカメラが短い尺ではありますが、ビンゴ丸の炎上から沈没までをミニチュア特撮で見せることによって、観客にその絶望的な状況をしっかりと伝えていきます。海上保安庁では苛立ちを隠せない船員の家族たちが担当者に詰め寄り、その受け答えに困惑しながらも何とか回答しようとする吉祥寺明さん演じる海保職員の真摯な態度を本田石郎監督が丁寧に切り取っていきます。本作は本田監督ならではのドキュメント演出の際が際立っており、この怪事件をまるで今そこで起きているかのごとくに見せていく効果を生み出しています。しかしながら事態はさらに悪化し、この不可思議な事件は栄光丸ビンゴ丸の2隻だけにはとどまりませんでした。大豊島の沖合で漁をしていた漁船が海上を漂う船員3名を発見した後、なんとこの漁船までもが消息を絶ってしまったのです。ここまでで映画は8分を経過。スクリーンには浮遊機雷か海底火山脈の噴出か、原因不明の沈没事件続出、生存者絶望視さるの記事が躍り、翌朝の各紙面がこの謎の海難事件を伝えていきます。舞台が大豊島に移動すると、島民たちが砂浜に集まり、消息を絶った漁船の安否を見守る様子をカメラが捉えていきます。その時山の中腹の小屋で沖合を見ていた高堂国則さん演じる大豊島の老人と鈴木豊明さん演じる新吉が漂流するイカダを発見し、大声で浜辺の島民たちに知らせます。すぐに救出に向かった島民たち、流れ着いたのは新吉の兄で山本蓮さん演じる正治でした。息も怠惰にやられただと漏らしながら気を失う正治と、何やられただ正治何やられただと彼を揺る動かす榊田圭司さん演じる稲田村長の姿が印象的に捉えられていきます。その後大豊島近海は不良が続き、その様子を見ていた老人がふと漏らした、やっぱりゴジラかもしんねえというつぶやきによって、この原因不明の事件の陰にゴジラという謎の存在がうごめき始めていること、そして大豊島に古くから伝わる怪物が徐々にこの現実世界に近づきつつあることを映画は匂わせていきます。その夜大豊島の神社ではゴジラを鎮める神楽が執り行われておりました。このシーンは実際に三重県鳥羽市の片神社の神楽の様子を撮った実写映像が使われています。神楽を見物している中に漂着した正治らを取材するために島を訪れていた酒井幸男さん演じる毎朝新聞の記者萩原の姿がありました。神楽の最中、萩原に大豊島に古くから伝わる怪物の伝説について島の方言でとうとうと語る高堂国則さんの名演技は必見です。その時でした。怪しく吹き始めた不穏な風が祭りの松明を揺らし始めます。その風は次第に勢いを増し、大豊島は瞬く間に激しい嵐に見舞われていきます。ここで披露される円谷特撮による一大デザスターシーンは圧巻です。本作以降、円谷特撮が描いていくこととなる数多くの災害特撮のまさに原点ともいえる技術が目いっぱいに詰め込まれていると感じます。強風はトラックのエンジンにプロペラをつけた特製の大型扇風機によって力技で作り出しています。打ち寄せる大波と風に舞う波しぶき、投げ倒されていく神社の大木などハイスピード撮影と渾身のミニチュアワークによって、暗く猛々しく吹き荒れる嵐の光景を見事に描き出していきます。続いてカメラがスタジオセットに組まれた実物大の木造家屋に切り替わると、今度は本田監督による本編班の出番です。猛烈な夫婦にさらされる中、正治新吉の兄弟と真野鶴子さん演じる母国の3人が寝つかれない夜を過ごしておりました。そこに風の音とは明らかに異なる地響きが地の底から突き上がってきます。何事かと思わず表へ飛び出した新吉、その新吉を止めようと玄関口に走り寄る正治、その時上空を見上げた正治は視線の先に信じられない巨大な影を目撃します。声を詰まらせながら驚愕の表情へと変化していく山本蓮さんの名演技は圧巻です。そして次の瞬間、猛烈な揺れが襲いかかり、壁が傾き天井が崩落し、正治と母親はなすすべもなく抱き合いながら崩れ落ちていく家屋に飲み込まれていきます。この家屋倒壊の大スペクタクルは実物大のセットを揺れ動かすという大胆な手法が用いられており、潤沢な予算がうかがえる豪快なシーンが作り出されています。
続いてカメラが外部へと切り替わり、暗闇の中を巨大な何者かが移動しながら連なる家々を押し潰していく様子を捉えていきます。その信じられない光景を目の当たりにした新吉が嵐の中で泣き叫ぶ姿は本作の中でも特に記憶に残る名シーンと言えるでしょう。強風により砂浜の上で枯葉のごとく崩れ落ちていくヘリコプターの様子をミニチュア特撮で見せたところで画面が黒くフェードアウト。この大豆島のスペクタクルはここで一旦幕を下ろし、国会前の風景へと切り替わっていきます。映画が始まってから15分が経過。大豆島の被害報告を受けた日本政府は調査隊の派遣を決議します。すぐに志村隆さん演じる古生物学の山根博士を中心に南海サルベージの尾形と山根博士の娘恵美子、そして村上冬樹さん演じる田辺博士らをメンバーとする調査隊が組織され、彼らを乗せた海上保安庁巡視船式根が大豆島へ向けて出航します。その時カメラは恵美子の視線の先に埠頭から調査隊を無言で見送る黒いサングラスの青年を映し出しています。それはもちろん平田明彦さん演じる本作のもう一人の主役芹沢大輔博士でした。この時点で映画は彼が何者かを観客に伝えてはおりませんが、すでに芹沢の物大げな表情から彼と恵美子との関係と芹沢に秘められた複雑な思いを読み取ることができるのです。ここで注目するのは大豆島への航行中、式根の甲板で尾形と恵美子とが交わす中に危険水域は避けていくが万一ってこともあるといった意味深げなセリフが用意されています。映画でははっきりと説明しておりませんが、会話の後に恵美子が不安げに海面を見つめていることから、やはりこの一言が第二次大戦下で日本近海に投下された機雷群を意味しているのは明らかです。意味軸も新作ゴジラマイナスワンにおいてもこの機雷の存在が物語に大きく影響しておりました。終戦時には6600機の機雷が日本近海に残っていたとも言われており、まだまだ技術的にも資金的にも心もとない戦後の状況下の中で機雷除去は遅々として進んでおらず、この尾形のセリフからも本作が公開された1954年の段階においてもかなりの機雷が沈んでいること、まだまだ戦争が終結していないことを映画は伝えているのです。調査隊が大豆島に到着するとすぐに被害状況を確認すべく島全体の調査が開始されていきます。地面には生物の足跡とおぼしき巨大なくぼみがあり、その泥の中に放射線を帯びたトリロバイトが発見されます。それを興奮のあまり素手で掴んでしまう山根博士が描かれており、研究に没頭し周囲が見えなくなってしまう山根博士の性格がこのワンショットで伝えられています。その時でした。島を見下ろす櫓から警鐘の音が鳴り響いたかと思うと一斉に山頂へと避難する調査隊員と島民たちとカメラが捉えていきます。三重県鳥羽市の石川町で撮られた美しい全景が広がる中を俯瞰で見せていくこのシーンは、約300人の地元エキストラを使い本田演出ならではのニュース映像を思わせるモブシーンで描かれています。とにかく本作における本田監督の演出で注目すべきはこの群衆シーンの取り回しの見事さだと言えるでしょう。カメラが高台に切り替わると先に到着していた山根博士が行く手の山頂を見上げながら後を追いかけていた田辺博士らに向かってつぶやきます。田辺さん、私は見た。確かにジュラ紀の生物だ。続いてカメラが山側を映すと稜線に巨大な何者かが一瞬動くのを捉え、そして次の瞬間その何かがぐーっと頭をもたげたのです。その想像を絶する巨大な何者かの出現に調査隊と島民たちは驚愕の声を上げながら一斉に麓に向けて後退します。この圧巻のゴジラ登場シーンは特撮班と本編班との連携による見事な合成ショットで作り出されています。確かに今でこそその境界線に合成とおぼしき若干のブレを見つけてしまいますが、実はこの合成にあたってはなんと現場でカメラレンズに黒色の紙でマスクを貼って作り出されているとのことで、それを思えばこの合成処理が当時の技術としてはいかに完璧に近い出来栄えだったかがわかります。当時の観客にとっては客席から思わずのけぞってしまうほどの恐怖を味わったことは確かで、まさに観客が巨大生物との遭遇を初めて体感した瞬間だったと言えるのではないでしょうか。群衆が一斉に麓に向かって避難する中、恵美子が中腹で転倒してしまいます。すると怪物はその恵美子に向かって覆いかぶさるように大きく口を開け、今にも襲いかからんばかりの咆哮を浴びせかけてきます。ここで高知桃子さんによる恐怖の表情と絶叫の演技が素晴らしく、まさにハリウッド女優ばりの名演を披露してくれています。すぐに恵美子の元へ尾形が駆け寄り、恵美子の震える肩をぐっと引き寄せるシーンもどこかハリウッド映画の趣があり、昨今の日本映画ではあまりお目にかかることのない美男美女が織りなす往年のスター映画の輝きを感じさせてくれるシーンです。その後怪物は特段島を荒らすこともなく稜線から姿を隠すと静かに海へと立ち去っていきます。調査隊と島民が急いで頂から見下ろしたその眼下の砂浜には海へと続く怪物の足跡がくっきりと残されています。このシーンは実写の海岸線と作画による砂浜の足跡とマスク合成で処理しており、秘境冒険担ぎの雰囲気が感じられる神秘的な作画合成の世界を作り出していると感じます。このゴジラ登場シーンを試写室で見た東方関係者はその圧倒的なビジュアルと完成度の高さに驚愕し、これでいけると本作の成功を確信したといいます。 CG 映像に慣れすぎてしまった私たちにとってはもはやそこまでの興奮を実感することはできませんが、当時の観客にとってはそれは想像できないほどの恐怖体験であったことは容易に推察ができるのです。まさに日本の特撮技術を世界に知らしめた映画史を揺るがす瞬間であったことは間違いないと思います。
映画は23分を経過。大豆島から帰還した調査隊が被害報告のため国会に招かれます。その席でまずは稲田村長より倒壊家屋17棟、死者9名、牛12頭、豚8頭が被害に遭ったと報告がなされ、続いて山根博士より大豆島に出現した怪物が約50メートルほどの大きさであること、またその名前を島の伝説に従ってゴジラと呼称することが伝えられていきます。ゴジラがなぜ大豆島に上陸したのか、その理由については約200万年前の生物が大豆島近海の海底の洞窟で密かに生きながらえており、それが水爆実験によって住処を破壊され大豆島へ上陸したものであると山根博士は見解を示します。それはゴジラの足跡から発見されたトリロバイトの殻に付着する岩塞からストロンチウム90が発見されたことが確たる証拠であり、つまり山根博士は度重なる水爆実験により安住の地を追い出されたゴジラこそが被害者であると主張しているのです。この国際問題に発展しかねない重大な事実に国会内は大荒れとなっていきます。与野党が大紛糾したのは言うまでもなく、ここで繰り広げられる恩田誠二郎さん演じる大山議員と菅井欽さん演じる婦人代議士との絶戦がすこぶる形骸で、本作における見どころの一つとなっています。こうしてゴジラの存在が公となっていく中、翌朝の新聞には災害対策本部の設置猿の見出しが躍り、また船舶の被害がすでに17隻に及ぶとの記事からゴジラによる被害がさらに増大していることを伝えていきます。朝の通勤電車では記事を目にするサラリーマンたちのやり取りが描かれていて、せっかく長崎の原爆から命拾いしてきた大切な体、そろそろ疎開先でも探すとするかといったセリフからも、公開当時の日本国民の強硬に刻まれた戦争の傷がまだまだ癒えていないことが伝わってきます。ただここでの会話劇がやけに軽妙に描かれているのが印象的でした。演じている鴨田清さんと東静子さんのお二人は実にファッショナブルで、当時の東京都内におけるサラリーマン層の洗練性と都心の急激な復興ぶりを感じさせるシーンとなっています。映画が30分に差し掛かり、後の怪獣大戦争町と同スコアによるイフクベサウンドが高らかに流れ始めると、政府に設置された特設災害対策本部からの指令を受け、統計138度より同じく7分、北緯33度4分より同じく8分を結ぶ海上において、フリゲート艦による東京湾一帯の爆雷攻撃が始まったのです。このフリゲート艦は米軍から貸与されたタコマ級駆逐艦であり、海上自衛隊の全面協力のもと演習時の実写フィルムが使われています。爆雷が海中で爆発した後、一瞬海面が沈み込み、その直後に反動で大きく水煙が上がるという本物ならではの迫力映像を見ることができます。その模様がマスト合成によって綺麗にはめ込まれた豊かテレビのブラウン管にオーバーラップしていくと、場面はそのニュース映像を見ている山根邸の居間に切り替わります。そこには山根博士と娘の恵美子、そして尾形と山根家に引き取られたであろう新岸らが顔を揃えており、このゴジラ抹殺作戦のニュース映像を見ている中、一人山根博士が実勢こもる姿を映すことで、映画は山根博士の心痛をうまく伝えています。この後爆雷の効果があったのか、しばらくゴジラは姿を見せず、東京に安堵のひとときが流れていきます。映画は約32分を経過。街には何事もなかったかのようにネオンが瞬き、人々が平穏を取り戻していた。そんなある夜のこと、きらめく照明に飾られた遊覧船が暗い東京湾をゆっくりと航行する光景を大プールのミニチュアワークによって見せてくれています。甲板フロアでダンスパーティーに興じる人々の楽しげな様子は、まるでゴジラの脅威など遠く彼方に消し去られてしまったかのように感じられる一コマとして演出されています。ここで甲板で語り合うカップルの一人に佐原健二さん、当時石原忠さんの姿を見つけることができ、特撮ファンには見逃せないシーンとなっています。そしてそんな人々の目の前に音もなく海面から頭をもたげるようにゴジラが出現します。ここでの特撮は実に静かな演出が取られています。決してゴジラ登場を煽るようには見せず、遊覧船のハワイアンだけをバックに流し続けることでよりリアルな空間を作り出しています。しかも何もせずにそのままそっと波音を立てて海中に姿を隠していくゴジラの演出が圧倒的にリアルで、恐怖をより増幅させる効果となっています。特撮対策本部から緊急要請を受けた山根博士は、いかにしたらゴジラの生命を絶つことができるか、そのヒントを聞かれます。しかし山根博士はそれは無理ですときっぱりと答え、水爆の洗礼を受けながらなお生命を保つゴジラを抹殺することよりも、まずあの不思議な生命力を研究することこそ第一の急務であると訴えるのです。映画は34分を経過。有楽町の毎朝新聞事務所ではデスクから芹沢博士を訪ねるように言い渡される萩原記者のシーンが描かれています。この毎朝新聞のデスクを演じているのが広瀬克己さんです。また記者の中には中島春夫さんの姿も見えます。このシーンこそ初代ゴジラのスーツアクターレジェンドのお二人が素顔で共演するという怪獣映画史に残る貴重なワンショットとなっています。ここでデスクから萩原に告げられたのが、芹沢博士が山根博士の養子となるべき人物という情報でした。こうして物語は本作において極めて重要な存在である天才科学者芹沢大輔博士に焦点が当てられていきます。
恵美子の言い名付けとして幼い頃から兄妹のような関係にあった芹沢博士。しかし戦争によって心と体に深い傷を負い、帰還してからは恵美子との結婚も諦めたのか、世間から身を隠すように一人地下室にこもり謎の研究に没頭していきます。もちろんそんな孤独な科学者としての裏側に恵美子を慕う誠実さがあることも映画の芹沢からははっきりと伝わってきます。この難しい役どころを成立させているのは、ひとえに平田晃彦さんの表現力と、平田さんというキャラクターそのものからにじみ出る知性と繊細さによるところが大きいと感じます。萩原記者はスイスの特派員からの情報により、芹沢博士が今進めている研究を確認するよう指示を受け、それがゴジラ対策に役立つ可能性があるかを突き止めるため恵美子に仲介役を頼むと、その研究内容の聞き取りに芹沢科学研究所を訪れます。萩原記者の問いかけにすぐにそんな研究の事実はないとはぐらかす芹沢でしたが、実は芹沢が長年研究していた酸素の実験の際に偶然に作り出してしまった強大なエネルギーの存在を隠していたのでした。しかし芹沢は萩原記者が帰った後、なぜか恵美子にだけはそっとその秘密を明かしてしまうのです。恵美子に見せたその実験とは、彼女に深いショックを刻み込むほどの恐ろしい物質、オキシジェンデストロイヤーでした。しかしなぜ芹沢はこれほどまでに恐ろしい実験を恵美子にだけ見せたのでしょうか。あなたにだけ見せたと芹沢は恵美子に伝えていますが、そのセリフから考えられるのは、やはりその時の芹沢にとって唯一心を許せるのが幼い頃から一緒に育った恵美子だけであったということと、これまでたった一人で誰にもつけず長年守り通してきた悪魔のエネルギーの存在を恵美子と共有することで押し寄せる孤独から解放されたかったことに他ならないと感じます。あえてここで個人的な深読みをさせていただくとすれば、芹沢はこの時点ですでにゴジラの脅威を食い止める唯一の手立てとしてオキシジェンデストロイヤーしかないことを確信していたのではないかということです。しかしこの悪魔の兵器の使用を自らが提案し白日に晒すという恐怖もあった。つまり芹沢はやがて尾形にも伝わることを承知の上で恵美子に見せたのではないか、そしてその使用に際しては自らの命と引き換えとするしかないことをこの時すでに覚悟していたのではないかと思うのです。芹沢は恵美子に対し妹以上の感情を持っていたことは明らかです。当然尾形の存在を認めたくないといった気持ちがあったのも間違いないでしょう。しかし恵美子を幸せにできるのは自分ではないということも自覚していた。そんな苦しいほどに入り乱れる感情の狭間の中で導き出した答えこそが恵美子に実験を見せる行為だったのではないかと思えてならないのです。冒頭から約45分が経過、抑えられた伊福部サウンドが不穏な空気を増幅し、何の前触れもなくゴジラが海面からぬっと頭をもたげます。この静かなゴジラ登場の演出は東京湾で顔を見せた時と同様に徹底的に誇張を排除することで逆にリアルな恐怖を醸し出すことに成功しています。ここで映画は海岸線の機銃部隊がゴジラに対し一斉攻撃をするシーンが用意されています。このシーンこそ人類が怪獣に対して直接攻撃をする場面として初めて日本映画の中で描かれた記念すべきシーンではないでしょうか。つまり当時の観客としては生まれて初めてお目にかかるこの怪獣という存在がいかなる破壊力、抗炭力を持っているのか皆目見当がつかない状況にあるわけです。ここで機銃による攻撃シーンを観客に見せておくことはこの程度の火力では効果がないという一定の基準を指し示すためにも極めて重要なシーンだと言えるのです。結果防衛隊の機銃攻撃は無力に終わり、ゴジラにあっさりと品川からの上陸を許してしまいます。いよいよゴジラが東京の都心へと侵入してきたのです。ここから伊福部サウンドが激しく変調していくと、まずは住民たちの一斉避難の模様が描かれていきます。本田石郎監督によるエキストラ演出がさえにさえ渡り、人や車であふれかける八津山橋は画面左から右へと移動する住民たちと、逆に画面右から左ゴジラの方向へ向かおうとする取材陣や救急車、防衛隊のトラックなどが入り乱れ、まるで現実の災害現場さながらのモブシーンが見事に表現されていきます。ここで山根博士が誘導する警官にゴジラに光を当ててはいけませんと必死の提言をしますが、今言われても困りますと退けられると、そこから尾形らと高台へ移動するシーンへと切り替わりますが、このシーンこそ本作以降人間側が高い位置から怪獣の様子を俯瞰するという怪獣映画お約束の設定が初お目見えした記念すべきシーンだと言えるのではないでしょうか。そしていよいよゴジラが品川駅の構内へと侵入し、その全身像をあらわにしていきます。このシーンは圧巻の一言で、画面右手奥から左手に向かって歩くゴジラの姿はまるで悪夢そのものであり、圧倒的な恐怖映像として完成しています。足元に土煙を上げながらゆっくりと歩を進めていくゴジラと、画面下を逃げ惑う人々と一つの画角に収めていく合成処理は驚愕に値する完成度で迫り、極めて高レベルのショットを作り出しています。続いて見せてくれるのがゴジラの存在を知らずに品川駅に向かって疾走する急行列車を意図的にミニチュアで表現しているところです。これは本作以降円谷特撮で頻繁に使われていくこととなる手法ですが、特にミニチュアを使わなくても実写でこと足りる場面であってもあえてミニチュアで表現することで特撮シーンにおける画面から伝わってくる温度や質感などを統一する効果があり、この演出手法がすでに本作で使われていることは要チェックポイントだと言えるでしょう。もちろんこの列車襲撃シーンはハリウッド版キングコングのオマージュであることは明らかですが、その迫力はキングコングを凌駕しています。
運転士の主観映像によってカメラがセットの駅構内に向かって入っていくと、その行く手にゴジラの巨大な足が立ち塞がるという、まるで観客を乗せたまま疾走する 3D ライドさながらの迫力シーンを作り出しています。ミニチュア特撮によって描かれる列車はそのままゴジラに追突し、転倒した車内から這い出てくる乗客たちを本編班のカメラが捉えていきます。この列車を口にくわえたまま持ち上げたゴジラが首を振りながら地面に吐き捨てるシーンをギニョールゴジラで演出し、そんなゴジラの狂気の様子を瓦礫の間から絶望の眼差しで見つめる人々が本編演出によって描かれていきます。こうして品川駅を全壊させたゴジラはその後エネルギーチャージのためなのでしょうか、一声砲口を上げると一旦海中へと姿を隠します。それにしてもこの映画史に残るゴジラ初上陸シーンの特撮は見事であり、当時の観客にとっても初めて人間社会に出現した怪獣というものを目の当たりにした衝撃の瞬間だったのではないでしょうか。ここまでで映画は約48分を経過。翌朝の紙面には各国の調査団続々と到着との記事が掲載され、対策本部では再び上陸が予想されるゴジラに対し防衛計画が立てられていきます。まずは海岸線一帯に高さ30メートル幅50メートルの有刺鉄条網を張り巡らし、5万ボルトの強力な電圧によりゴジラの感電死を図るという作戦を決行します。すぐに鉄条網から500メートルの外側地区内側地区の住民避難が開始され、ここでは多数のエキストラを動員し、住民たちが一斉に避難する様子を本田監督のドキュメント演出によってニュース映像をさながらに映し出していきます。続いて幸部明さんによるゴジラのテーマが軽やかに始まると、防衛隊駐屯部隊の施設から特殊車両部隊が次々と出撃を開始します。このシーンは改編したばかりの陸上自衛隊全面協力のもと実際の車両走行の映像が使われています。高揚感を湧き立たせる伊福部サウンドをバックに鉄条網設置の作業風景が丁寧に描き出され、海岸線に次々と鉄塔が組まれていく様子がフルスピードで展開していきます。鉄条網の作業風景や軍車両が行き交う道路の実写映像にミニチュアと作画によって描かれた鉄塔をはみ込み、その鉄塔が遥か遠くまで連なっていく広がりのある光景をマスク合成で見せていきます。しかもその作り物の鉄塔の風景から変電所へとパンしていくという円谷特撮の大胆なテクニックに驚きます。発電所内では職員たちによる最終チェックが完了。ラジオからは港区、品川区、大田区民に対し完全退避命令が発令されたとのニュースが流れ、一帯は厳戒態勢に入っていきます。山根邸の裏庭から尾形と恵美子が夜空を望むシーンではこだわりの美術造形を見ることができます。北武雄美術監督総指揮のもと中古悟技師ら美術班の精鋭によって組み上げられたこのセット造形は文字通り箱庭的な面白さが演出されています。庭から垣根越しに見えるホリゾントの夜空をスポットライトが交差するこの光景はまるで舞台セットかと思わせる虚構の趣が感じられます。もちろんこれは意図的に仕組んでいるはずで、これこそが絵空ごとの世界を引き寄せるための装置なのではないかと思っています。つまりブダペスト管弦楽四重奏団のチケットを見せたのとは逆の手法ではありますが、現実と虚構との端境をつなげる潤滑油という点で言えば同じ役割を果たしている演出なのではないかと感じるのです。続いて映画は帰宅した山根博士と尾形によるゴジラ抹殺計画に対し意見が衝突する場面を見せていきます。山根博士はゴジラに対する攻撃に異を唱え、物理衛生学の立場から研究すべきであり、ゴジラは世界中の学者が誰一人として見ていない日本だけに現れた貴重な研究資料であると主張します。それに対し尾形はゴジラこそ我々日本人の上に今なお覆いかぶさっている水爆そのものであると抹殺計画の必要性を訴えます。このようにことさら日本というキーワードを強調したこの2人のやり取りから見えてくるのは、当時のいや今もなお我が国が抱える現実そのものへの問題提起だと感じます。世界で唯一の被爆国であり、また水爆実験の脅威にまでさらされた日本人としてストレートに核の危険性を訴える尾形と、一方で我が国を立て直すためにも原子力利用の研究が急務であるとする山根博士。映画はその2人の対立軸を通して我が国の進むべきあり方を観客それぞれに突きつけてきているのではないかと感じるのです。そしてここから物語は、一度は海に帰ったゴジラが再び東京に上陸し、復興の兆しが見えかけた都心部を壊滅状態へと追いやっていく、本作最大の一大スペクタクルに向かって突き進んでいくのです。というわけで今回はここまでとさせていただきます。次回はいよいよゴジラ再上陸による東京蹂躙の一大クライマックスと芹沢博士が命を懸けて挑む感動のラストシーンに入ってまいります。また合わせて本作を語る上で必ずと言ってよいほど言及されるあの200万年前発言のシーンについても解説していきたいと思っておりますので、もうしばらくお時間をいただければ幸いです。それでは今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。